ディポーズはアメリカ海軍の病院船、ヘブン級病院船の一隻。マーリン・ビーバーは1943年にペンシルベニア州チェスターの3造船、ドライドック社で建造された。1944年8月8日にポーリン・ピー・マッキンタイヤ夫人によって命名、浸水し、1944年9月14日に海軍によって取得された。 ニューヨーク州ブルックリンのベスレヘム造船で、病院船への転換作業が行われ、作業完了後1945年5月26日に、艦長 W.O. ブリトゥン大佐の指揮下収益した。750床のベッド数を持つリポーズは1945年7月8日に、ノーフォークを出港、太平洋に向かう。病兵の輸送艦として、太平洋のな港を訪問し、 上海で基地病院船としての任務に従事した後、チンタオに移動、中国北部の占領軍を支援した。リポーズは1949年7月までアジアに泊まり、時折帰国した。なお、1945年9月16日夜に、沖縄本島の南東海上で、枕崎台風の目に入り、最低気圧856ヘクトパスカルを観測したとされる。 当時のリポーズ号の新聞には、風速150ノット、気圧25.55水銀柱インチを記録したとの記述がある。ちなみに、最低海面気圧の公式な世界記録は1979年、台風2 5号による870ヘクトパスカルである。その後1950年1月19日に、サンフランシスコで予備役となる。 1950年8月26日にリポーズは最終駅し、韓国の富山に向かった。途中横須賀で海軍の乗組員を乗船させ、韓国海域で任務に従事、必要な場合は患者を日本の港に輸送し、1954年をはじめまで任務を継続した。途中1953年2月から3月までサンフランシスコで修理を行い、 ヘリコプター着艦施設が装備された。任務完了後は、ロングビーチ海軍造船所に係留され、1954年9月27日に、アメリカ海軍予備艦隊に移動、1954年12月21日に、ハンターズポイント海軍造船所で退役した。フォレスタルの火災事故における、リポーズ、1967年スイスンワンでの11年、近くの保管後、 リポーズは1965年10月17日に最終駅市ベトナム戦争に従軍する。1966年1月3日にベトナム海域に到着、東南アジアに展開し、東洋の天使エンジェル・オブ・ザ・オリエントの愛称で呼ばれた。主として陸軍第一軍団の作戦艦区で活動し、リポーズは9000名以上の戦勝兵及び2万4000名の入院患者を手当てした。 1967年に航空母艦フォレスタルで火災事故が発生するとリポーズはこれの救援任務に当たった。この事故では134名が死亡し161名が負傷した。リポーズは1970年3月14日にベトナムを離れ、1970年5月に退役、その後はロングビーチ海軍病院の別館として使用された。 しかしながらこれは非経済的であることが判明し、1974年にスクラップとして売却された。リポーズは朝鮮戦争の先行で9個のベトナム戦争の先行で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。